はい、本日のお昼ご飯はこちらでございます。ハンバーグ、そして野菜炒め、豚肉と食べていきましょう。はい、じゃあいただきます。いただきます。本日の藤井さん家のお昼ご飯、マサラの味噌煮に、ひき肉が悪くなってたからさ、ひき肉が悪くなってたからハンバーグにしました。じゃあいただきます。いただきます。まずはマサラの味噌煮。油が一番乗ってる時期なんで美味しいですね。ちょっと濃いですけど、こういうのがご飯に合うので、こういう味にします。続いてヤリイカの丸煮。こちら豚肉と油揚げが入ってます。あと人参、ピーマン、ナス。油揚げ入ってる。油揚げ入ってる。さらにヤリイカのお刺身、食感もこれ。そこそれは豚肉です。多分わからない、ほぼ。それなんです。味で食べられる。うん、美味しい。とっておきの食べ方があるそうで。ITKG。イカ卵かけご飯。卵の黄身を溶いて、刺身を入れて、醤油かけて、ご飯にかけて食べちゃう。美味しそう。間違いないですよ。これはうまそうだな。じいちゃん食えねえかもな。たま一回に5匹出てるんだよな。うん、5匹。何が5匹？サバ。サバ、うん、サバ釣りって言うんだよ。うん、19歳の時に結婚しました。すごいな。全部6件ぐらいですね。顔が割れてる。今日めちゃくちゃ近いじゃないですか。めちゃくちゃ近いんだ。もう実家っていうか、もうご近所なんですね。そうなんだ。いつでも帰れますね。帰るんですよ、帰る。あ、そうなんですか。帰る。喧嘩して帰るんですよ、帰る。仕事にならないからか。あ、もう毎日一緒で、同じ仕事やって、同じ時間に起きて、常に一緒なんですよね。本当知らないですね。何だから今日に。これからも夫婦仲良く頑張ってください。引き続き千葉県いすみ市でご飯調査。あいにくの雨なんですけども、この辺で作業をしている松本さんと待ち合わせしてます。こちらですかね。失礼します。お、こんにちは。こんにちは、昼飯旅の中田と申します。どうも。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お世話になります。ダンディーですね。ありがとうございます。お世話になるのは松本勝一さん。松本さんがオーナーを務めるカフェみかぐは2年前にオープン。ナポリタンやガパオライスなどが人気のお店。めちゃめちゃの看板にあのリフォーム相談って書いてあるんですけど、これ何なんですか？リフォームはうち本業が家具屋さんなんで。あ、え、家具屋さんなんですか？はい、家具のリフォームとか。また今日は雪降るっつったけど全然降んねえな。うん、これなんだわ。夜になると寒くなると、うん、雨もやんでんな。オーダーメイド家具の製作や住宅店舗のリフォームも行っています。予報で言うと3時ぐらいに
あ、もういらないな。雪はいらない。いらないっつっても渡してくんだよ。いいですか。ありがとうございます。お願いします。はい、ぜひどうぞ。ということで試作メニューを事故がな。雪はさ。作ってくださるのは横堀浩樹さん。だ普通の鶏肉うまいな。うん。うまい。豚肉ね。あ、豚なの？うん。豚肉とあとさつま揚げ。どれかな、だからこれか多分そうだと思うよ。さつま揚げ。うん。肉だもん。食べてごらん。肉じゃん。肉か。うん。いい味だ。うん。多分ね、これハンバーグ。ちょっとこれ。うん。上にあのさソース、はい、白ワインを入れたら強火で3分蒸します。蒸し終えたら一度ハイルーを取り除き、あ、いいやんじゃん。茹でたパスタを合わせ、気持ちいいぐらいのリアクションだね。うまいよね、これね。ソースもね。こちらが N カグの試作メニュー。ポモノーロのピスカトーレ。魚介の旨味が詰まった、そのお味は？魚介の旨味が染みていて、トマトソースと相性が抜群ですね。すっごい美味しいです、これ。最近がっつり休んでたからさ、がっつり休んでて、休み多いな。休み多いだろ。がっつり何もせず交渉成立。ゆっくりダラダラ過ごしてたから、昨日久しぶりにジム行って体を動かして、やっぱ久しぶりに運動すると元気になるんだな。ジャカネット、皆さん今回は何なんだろうな、あの元気ない時もさ腹だけは減るんだよな。飯は食っちゃうんだよ。ユースケのとこ行きたいじゃん。何が？あ、ジム？ジム。遠いよ。遠いけどダメよ。いいんだよ、近くも行ってんだから俺。続かないよ、そんな遠くに何回も何回も来て。そんなんそれこそ俺の新宿まで行くらだろうよ。新宿、新宿、いや、いいよ、じいちゃんが払うとか、そういうんじゃないんだよ。電車賃は気にしてないんだよ。まあ、往復1000円ぐらいだな。代官山な、新宿じゃねえぞ。新宿っぽいけど。そして、1枚ずつ独立したいドンなどは 3D 構造です。複雑なドンラインの挑戦だと思いますけれども、破れたこと。天気予報どこもやってないか。レーダーの表情なんですが、こちらスタッフ。その美味しさを逃さず、この一杯にギュッと閉じ込める。だからほら、もう全然芸能人の名前が出てこないな。この人の名前が全然出てこない。栄養いただきます。クノールカップスープ、その甘みスープゼリーでも。イートエルリブエル。最悪だ。おじさんだもん。このシェーバー体感いただきました。ご覧ください。だっけの人。お、すごい。濃いね。誰だっけな。濃いやすいこれ。生活に根付いてないから全然覚えられないんだよな。なんちゃらメイだ。
レッド、長野メイン、ブラックとレッドのツートンから高級パンでしょ、ブルースタイリッシュですよね。脳色はシルバー、この3色から選んでいただけて6000円の買い場も一緒で9980円、ただし期間限定大特価、お急ぎください。日立のシェーバー S グレードはなんと期間限定15980円から6000円引きの9980円、買い場も一緒にお届けですよ。お支払い方法はご覧の通りです。普通のシェーバーケースも1000円でおすすめです。さあ、0120-441-442、お支払い、お届け、返品についてはご覧の通りです。なんだっけ、長野メイじゃなかったっけな。ハロー、新しいアイトです。ハイブリッド搭載で。ハイブリッド。運転も。ラックラック。すごいよ。あなたの前に。変わっちゃうかも。新型アルト誕生。続きの大好きな人へ、いっぱいあなたを思って、新聞に書いてねえか、心を込めてバレンタインチョコ作りました。色を持ってない、いろんな意味でバレンタインジャンボ送ろっかだね。まあ、どうやってもらおう。ライフルアップ、小さくて軽くてあなたにも地球にも嬉しい、それってサステナブル、未来へ続く省資源低燃費、サステナブルスモール、ダイハツ未来、愛のダイハツ大決算フェア。千葉県いすみ市のカフェでご飯調査、横堀さんが作る本日のまかない料理はふわとろオムライスと巨大カツレツサンド。ちなみに本日のまかないは何ですか。オムライスとお腹いっぱいだな。まずはオムライスから。オリーブオイルでベーコン、玉ねぎ、ピーマンを全体に火が通るまで炒めます。あ、先ほどの。これまた、ここに行ったの。あ？トマト。ケチャップやソースなどを混ぜた自家製のナポリソースを入れて、塩コショウで味を整えます。ご飯を入れて手早く炒めたら、一度容器に移して形を整えます。最後に半熟卵作り。半熟にするコツって、手前の形を、あと火加減、まあ中火よりも強火でも。仕上げに自家製ナポリソースをかけて出来上がり。さらにもう一品、発熱ホットサンドを作ろうと思います。ボカッチャってパンがあるんですけど、まあ、それを改良して作ったパンです。自家製パンです。まずは発熱を作ります。何カップですか。それはこれ、鶏肉。こんがりきつね色になるまで揚げていきます。続いてソース作り。これ何ですか。これマスタードガーリック、はい、辛子マヨ、辛子マヨ。なぜマスタード。かけちゃうよ。マスタードのピリッていうか、マヨネーズがちょっとマヨネーズが、自家製パンにからしマヨネーズを塗って、ごちそうさん。あ、え、あ、このまま、はい、大きいサイズ。はい、松を塗ったら、キャベツ、人参、トマト、かっこよくお店の名前の焼き印をして、カツレツサンドの出来上がり。はい、ごちそうさんね。こちらが本日のお客様の方に
振っといてやろう。皆さんご視聴ありがとうございました。いやー本当にうちのおじいちゃん元気ですよね。なぜこんな元気なのか、何を食べたらこんな長生きできるのか、身長は何センチなんだ、おばあちゃんの慣れ初めは一体何時に寝て何時に起きてるんだ、気になりますよね。すべて細かい質問は、概要欄の方で Q&A としてお答えさせていただいております。なんでそもそも2人暮らしになったのか、おじいちゃん YouTube に反対なのか賛成なのか、もろもろ答えておりますので、ぜひとも概要欄の方チェックしてみてください。いろんな動画も載せておりますので、ぜひともよろしくお願いします。そして最後に高評価と、チャンネル登録お願いします。おやったな。すごいじゃん。おう。パン。パン。あ。おう。パン。なんだ出ねえの。ぎゅー。あ。やった。そう。パン。おー、綺麗。